ポケモン描いて絵心ゲット、ポケモンアートアカデミー。ここはポケモンの上手な描き方を教えてくれる学校。最初は簡単なポケモンから、こんなポケモンまで、40種類以上のレッスンで誰でも楽しくポケモンを上手に描くことができます。レッスンでは順を追ってポケモンの描き方を教えてくれます。お手本をよく見て少しずつ描き進めていきます。間違えても元に戻せる機能があるので失敗を気にせず描くことができます。正面からだけでなく斜めから見たフォッコを描くレッスンや、マーイーカでは大まかな図形から自分で輪郭を描いていきます。慣れてきたら次のステップへ。ビリリ玉は光の当たっている向きを意識して影を描くレッスン。絵の具を塗り重ねて立体感を出すジラーチのレッスン。レッスンを重ねていけば、こんなリザードンも描けます。いろんな画材を使えばさまざまなタッチのポケモンが描けます。細い線を生かしてデッサンや下書きを描ける鉛筆、アウトラインペンは上から色を塗っても消えないので輪郭を描くのにぴったりです。ムラなく色を塗りつぶせるマーカーペン、重ね塗りで立体感を出せる絵の具、輪郭をぼかして柔らかい絵が描けるパステル、スプレーを使えば綺麗なグラデーションが描けます。フリーペイントではポケモンを自由に描くことができます。さらにお手本となるポケモンのイラストを100種類以上収録。お手本を見ながら自分の好きなタッチでポケモンを描けます。 Nintendo 3DS カメラで撮った写真を見ながら描くこともできます。レッスンやフリーペイントで描いた絵はカードになってアルバムに保存されます。通信機能を使えば自分の絵を友達に送ったり、描いた絵をミーバースに投稿することもできます。ポケモン描いて絵心ゲット、ポケモンアートアカデミー。